盘点奥特曼舞台剧中的搞笑瞬间，赛罗嘲笑雷欧被赛文给拿捏了。ちなみに坊や、一番好きなウルトラマン誰？やはり俺のようにグイグイ。ジードが一番好き。あ、そんな。かっこ悪い。さ、お家帰ろう。二、搞笑的那一丝。こら、こら、なんで微妙にがっかりするんだお前は。だってお前。お笑い担当ウルトラマンだよ。わあ、お笑いはやめろ。貴様、私だってな、やるときはやるのだ。行くぞ。みんな。痛い。弱。非常に悔しい。三、傲娇的赛罗。誰がてめえの毛なんか借りるか。なんだお前、やんのか。余計なお弟子やめて。あんなやつ、俺たちだけで楽勝だったのによ。またそうやって強がりを。それにその言葉遣い、何度言ったらわかるんだ。子供たちのお手本になるように丁寧な言葉遣いを心がけろと。ちょっとやめろよ。後輩の前で恥かかせんなって。四、害羞的艾迪。人がいっぱいいる。五、喝醉的雷欧。六、调皮的赛罗。真面目に聞け。俺もその昔、地球を去る少し前だったか。長く続いた戦いの果て、身も心も限界を迎えようとしていた。だが、今ここで地球を去るわけにはいかない。そんな思いで必死に戦い抜いた。結果、地球の仲間たちにひどく心配をかけてしまった。無理をして、仲間や家族に心配をかけるんじゃない。今は休息を取るべきだ。わかるなってろ。いない。七、这个你们来取名。七、我一。何を言わないでもいい。